あの日、町は姿を変えました。津波は全てを飲み込み、かけがえのない日常を子供たちから奪っていきました。仮設だから家と違って狭いから。あ、こっちの場所から置いてない？家が動いてきて逃げろって言われて、今おばあさんの遺体は見つかったけどおじいさんはまだ見つかんないって感じですね。家が全部流されて、祖母と祖父が行方不明です。道のない女川を見て、なんかすごい言葉にできなかったっていうか、すごい大人がとてもイライラしてたので、子供が邪魔者扱いされているような気がしてちょっと辛かったなって思います。震災は多くのものを奪っていきましたが、子供たちの希望や可能性まで奪うようなことは決してあってはなりません。震災があったから夢を諦めた、こんな思いを子供たちに抱いてほしくないとコラボスクールは立ち上がりました。コラボスクールが届けたい思いは、未来の可能性を信じる力です。小学館は友達の家みたい。友達の家で勉強会やってるみたいな感じ。友達じゃないけど気を楽にして話せる。隅々までわからないところを教えてくれている。本当に感謝してます。学校とは違って気持ちを休めるっていうか、そういう場所だと自分は思います。コラボに通ってからは取り組む姿勢が変わった気がします。勉強以外の話っていうのがすごいできて、いろいろ学べたのがもうすごい大きくて、まあそこが塾じゃねえなって思いました温かな支援は子どもたちの悲しみを強さへと変えていきました。しかし問題は解決されたわけではありません。町の本格的な復興工事はようやくスタート地点にたどり着いたばかりです。震災後やっぱりたくさんの人が女川から出てってしまって、町を元通りっていうか、そのまた人が暮らせるようにするだけが復興じゃないのかなって。仮設に住んでる子がまだこのぐらいいるんだよっていう話をすると、とか、同じ日本に住んでても離れちゃってるような感じがすごくしますね。誰も体験したことのないような災害、ダメージだったわけですよ。私は娘も流されて犠牲になったりして、大変なことがあったわけですよ。震災後の日々も誰も体験していないんですよ。なんかゆっくりでもいいから確実に復興していってもらいたいと思ってます。震災のこととかをまた将来なんか笑って話せるようになりたいなと思うし、みんなから頼られる看護師さんになりたいなって。サッカー選手、薬剤師、美容師とかそういうのになりたいです。ファッション関係の仕事に就くことです。保健師になりたいので、地元のためになんかしたいなって思います。笑顔になってほしい。東北の未来を作るのは子どもたちです。被災地の子どもたちの心に本当の意味の復興が訪れる日が来るまで、コラボスクールの支援は続きます。